絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますかお世話になっていた先生に久しぶりに会いました。何と言いますか ?1 ご苦労様です。二、<2 S 2> お待ちどうさまです。 三、ご無沙汰しております。友達のジャケットのボタンがありません。何と言いますか一、あれボタン取れてるよ。二、あれ ボタン落ちそうだよ。3あれボタン取らないと。ここで写真を撮ってはいけません。友達に注意します。何と言いますか 取るな」って書いてあるよ。2> 2「取りなさい」って言ってるよ。取らなきゃいけないんだって部長から「 明日ゴルフに行こうと誘われました。一緒に行きます。部長に何と言いますか ?1、ぜひいらっしゃってください。2>, 2、また誘っていただけますか ?3、3> ご一緒させてください。 友達が本を読んでいます。何の本か知りたいです。何と言いますか ?1、何か読むものある <S ?2, 2、本読んでみたら ?3、何読んでるの 友達のうちでトイレに行きたいです。何と言いますか ?1、トイレに行ってきたらどう ?2、手を洗ってきたところだけど。3、トイレを借りてもいい でみんなに机の上の資料を見てもらいたいです何と言いますか 1, 1資料をご覧ください 2, 2資料を拝見します3資料を見せてくださいますか 約束の時間より早く着いたので、ここで待ちたいです。何と言いますか ?1、あの、ここで待っていただいてもいいですか ?2、2> あの、ここで待たせていただけませんか ?3、あの、ここで待ったらいかがでしょうか 大学を卒業しました。お世話になった先生に挨拶をします。何と言いますか ?1、1> 卒業できたら嬉しいです。2>, 2、卒業おめでとうございます。3、おかげさまで卒業できました。 レストランで客の注文を聞きます。何と言いますか ?1、何になさいますか <S ?2, 2、いただきましょうか ?3、いつ伺いましたか 映画館で席が空いているかどうか聞きます。何と言いますか ?1、1> ちょっと開けましょうか 2>, ?2、ここどなたかいらっしゃいますか ?3、あの、座っていただけませんか 4番、机の上の資料が見たいです。課長に何と言いますか ?1、1> その資料をお借りできますか 2>, ?2、その資料を持ちましょうか ?3、その資料をご覧ください。 お客さんはペンを持っていません。ペンを貸します。何と言いますか ?1、1> このペンお使いください。2>, 2、このペン貸していただきます。3、このペン持っていらっしゃいますか おばあさんの荷物が高いところにあります。荷物を取ってあげたいです。何と言いますか ?1、取ってくれますか ?2、2> 手伝うはずですよ ?3、降ろしましょうか 佐藤部長に会いに来ました。受付の人に何と言いますか ?1、佐藤部長とお約束しましょうか ?2、2> 佐藤部長はいらっしゃいますか ?3、佐藤部長にお会いになりますか 結婚するので部長に知らせます。何と言いますか 1, ?1 結婚されるそうですよ。<S 2, 2 <S 結婚式には必ず伺います。3今度結婚することになりました。 エレベーターが動いていません。後から来た人に何と言いますか 1, ?1. お先に失礼します。2. 2動かないでくださいね。3. 今、使えないようですよ。 友達のコートのボタンがありません。友達に何と言いますか ?1、1> ボタン取れてるよ。2>, 2、ボタンこれなんじゃない ?3、ボタンもらっとくね。 図書館です。イヤホンの音がうるさいかどうか聞きたいです。隣の人に何と言いますか ?1 音大きくしましょうか 2, ?2 音気になりますか ?3 音きちんと聞こえますか お疲れ様でした。他の問題もチャレンジしてくださいね。